家好，欢迎来到我的频道。我是李边台台姐，皆さんこんにちは。台湾に在住の千恵です。今回は夫と一緒に結婚式の披露宴に招待されたので行ってきました。その様子をどうぞ一緒にご覧いただければと思います。今天结婚喜宴，我们去吧。こちらが結婚披露宴の場所です。披露宴会場の様子です。白い服を着ていたので新郎新婦が入場してきたのかなと思いました。しかし新郎新婦のお友達でした。台湾では付き添いの友人が白いドレスを着てもいいみたいですね。その後新郎新婦が入場してきました。とても綺麗でした。シャンパンタワーもしていました。まずは前菜です。いただきます。そしてロブスター。これフカヒレの料理です。私フカヒレ大好きなので今順番待ちしています。早く食べたい。魚も美味しくいただきました。突然新郎新婦が歌を歌いながら登場したので日本であまり見たことなかったのでびっくりしました。中は洋ファンでした。結婚式って素晴らしいですね。結婚式にの披露宴に一緒に参加させてもらって、私たちも何年か前なんですけども、結婚披露宴みたいなことをしました。披露宴、あれ結婚式、披露宴、結婚パーティーみたいなものを行ったんですけども、その時の写真とか残ってますので少しだけ紹介したいと思います。You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold.You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need.To speak, just know you're all I need. So when you're feeling blue with a weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best, I'll be there for you.Like you're there for me, 'cause you are all I need. All I need. I need.
いかがでしたか？私たちも少し何年も前のことなので、今よりはだいぶ若いんですけども、皆さんも結婚した時の様子を思い出したりとか、まだ結婚してない方でも、あ、結婚式ってやっぱりいいもんなんだねって思ってもらえるような、思える、少しは思えたんじゃないですか？イメージがつきやすいかと思います。台湾と日本でも結婚式は似てるようで似てない部分もあります。分かりやすく言ったら、新婦の方に付き添うお友達のドレスの色が白かったりとか、そういったところの違いとかあったり、細かいこと言ったらいっぱいありますけども、それはそれぞれの国の楽しみがあってとてもいい経験でした。老公，我们的结婚的时候，你的感觉怎么样？紧张。紧张吗？嗯。食べたいもの全部。食べたいもの。美味しいですか？食べなかった。デザートも食べなかった。何も。老公は食べたいものが食べれなかったそうです。確かに。すごく美味しそうな料理もいっぱいあったんですけど、私たちずっと緊張状態で全然やっぱり食べれないですよね、新郎新婦の方は。私も目の前にあったフカヒレすごい食べたかったんですけど食べれなかったんで、結局持ち帰りもあるかなと思ったんですけど全くなかった。残念でした。美味しそうだったね、その時の私たちの結婚式もね。なので、日本の結婚式は日本料理のバージョンと西洋料理のバージョンがミックスされていることが多いんですけど、台湾の結婚式の場合は本当は中華料理のフルコースが多いので、日本人の方はずっと食べてるんじゃないかなと思います。中華料理ってやっぱり美味しいですもんね。最近だと世界全体に言えることかもしれませんが、結婚をするというふうに考えること自体が負担になって、しない方とかも、しないという選択をされる方もいらっしゃるかと思います。その原因とか、一つ一つ見ていくと、最近の世界情勢とかそういったところでの不安だったりとかあると、将来が見えづらくなってきたりとかもすることもあると思います。このまま結婚して生活がやっていけるのかとか、いろいろ考えちゃいますよね。まずは世界今混沌と混乱の中にあるかと思いますけども、世界が平和であることでいろいろ未来設計が成り立つこともあります。私の気持ちとしては、笑っていけるような世界の方向に向いていけばいいなと思ってます。本当に思います。今の子供たちが大人になった時でも笑って過ごせるような、そんな地球であることを望みます。今回はこんな動画になりますが、また次回ご覧いただければと思います。ラオボン、もう今日終了します。バイ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 。ご視聴ありがとうございました。他の動画もご覧ください。バイバイ。